亀井時代3月21日から1944年8月10日は日本の海軍軍人。マリアナ航空隊司令としてグアム島で戦死し、一階級特進で最終階級は海軍少将。1896年3月21日、東京都で父、亀井ここ進のもとに生まれる。亀井氏は元妻の藩主の一族。 兄に、亀井寛一郎がいる。毛う里秀夫とは、妹の夫で議定。父が、授業に失敗し、借金を背負って拝着し、十一歳の時代がそれを、相続した。1九百八年三月、東京高等師範学校附属小学校を卒業。九百十三年三月、東京講師附属中を卒業。九百十五年九月四日、 海軍兵学校46期に入学。同期生に、高田俊種、井ノ口俊平、山本近浦がいる。1918年11月21日、同校を卒業、小位候補生となる。1919年8月1日、海軍小位に任官。1920年12月に、第6期航空術学生を拝命し、 1921年7月に、卒業、戦闘機搭乗員となる。12月、中尉に昇進。1922年12月27日、日本海軍最初の空母、放射が竣工した。空母は、陸上基地に比べ飛行甲板は狭く、また母艦は航行中であり、着艦が可能であるかが問題であったが、1923年2月、 元イギリス空軍隊員のウィリアム・ジョルダンが、包装で着艦を成功させる。3月16日、キラ・シュンイチ海軍隊員が、包装で、日本人として、最初の空母着艦を成功させる。12月、訓練を重ねたカメイと、ババ・アツマロ中尉が共に、包装への着艦を成功させた。キラ、ババ、カメイは、着艦サンバガラスの異名がついた。 1924年12月、大尉に昇進。1927年3月、主に操縦術研究を目的とした、欧米出張を拝命。1928年8月、帰国。三式艦船1930年11月、横須賀海軍航空隊分隊長に就任。亀井は、夜間の空母着艦成功を目指した。当時の設備で、 夜間着艦を行うことは、決死的作業であり、先に、杉本牛江少佐、大橋藤郎隊は13式艦上攻撃機に、登場し、赤城への着艦を成功させたが、最後に挑戦する亀井が登場するのは3式、艦上戦闘機であり、視界が、悪く、最も成功を危ぶまれており、軍令部長、加藤幹事らが立ち会うなど、海軍の大きな期待がかかった中、 亀井は無事成功させ、海軍の航空分野の発展に寄与した。12月、少佐に昇進。1933年10月、竜城飛行長に就任。1934年11月、加賀飛行長に就任。1935年11月、中佐に昇進。1936年12月、霞ヶ浦空飛行長に就任。 1940年11月、大佐に昇進。1941年4月、第3航空隊司令に就任。12月、太平洋戦争が勃発。海戦時、三空は、台南空と共に、フィリピン方面の航空戦力撃破の任に当たる。三空は、海戦時の攻撃に空母を使用する予定であったが、 飛行隊長、県分隊長、横山補隊が台湾から遠距離攻撃が可能なこと、着艦訓練をする余裕もないことから、空母使用をやめるように上進し、副長兼飛行長の柴田武雄中佐も賛同したため、三空は霊式戦闘機の航続距離延伸を研究し、陸上基地から直接的基地を攻撃することに、成功する1942年11月。 空母へ改装中のオークジラ艦長に就任。オークジラは、流鵬と解消され、第三艦隊に所属。12月12日、トラック白地に向かうが、八丈島付近で、アメリカの潜水艦から来撃され、右舷中部に、魚雷一本が命中し、横須賀へ引き返すことになった。1943年6月12日、流鵬は、 第2航空戦隊に編入され、同戦隊の機関となる。1944年3月16日、第1航空艦隊機下の521空指令に就任。同空は陸上爆撃機銀河を備えていた。6月11日、マリアナ諸島に襲来した敵機動部隊の空襲でほぼ全ての機体を喪失し、その後のマリアナ沖海戦は数機で参加した。 同年7月10日、マリアナ航空隊司令に就任。7月21日、グアム島に米軍が上陸し、亀井は地上戦を戦い、8月10日に玉砕連分を発信して戦死。死後、一階級特進で少々に昇進。ありがとうございます。